今だ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥居から霧が出ていたのか。みたいだな。お前が浄化できるか、片代か、使えそうだ。ここはもういい、目的地に行くぞ。これって…ここはダメだ、引き返せ。バク、お前に死なれたら俺も困るんだよ。そう、何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか、さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。
ここはダメだ、引き返せ。あったよ。受話器を取れ、俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何。今は先を急ぐ。君は生きてるみたいだ。何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ。入ればわかるよ。なんだここ。
もう少し部屋を調べてくれ。役に立つものがあるかもしれない。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。妙なものはあるな。なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要、他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。
結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰され。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。持って数分だ。急げ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。山で売ってるのかよ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。あ、エンジンがある。好きなんだよな、こういうの。意外と買っちゃうんだよな。おい、怪我するぞ。離れろ。
何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おっ、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。それでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。鳥居を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。びっくりした。あの建物の周りやたら結晶が多いな。
あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まると、そこにはあまたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。銭湯なら水がある場所には違いない。中を調べるぞ。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ、これも汚れのせい？戦うしかないぜ。
よし、これで終わりかな。力。ああ、無事に戻れたな。これであの淀みも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだかな。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。やるしかねえな。わらしがいなくなってしもうたんじゃ。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持っていってくだされ。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。床の間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。敷き嵐。お家に帰りたいよ。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。
金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。おばあちゃん、どこ？かわいそうに。もう泣くな。ばあさんに会わせてやるよ。仏壇か？力を使え。姿が見えるようになるはずだ。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。床の間がある。うん、この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。うちの座敷わらしだ。いなくなってしもうた。ここの家主があの子を連れ去ったに決まっとる。家の中を探しておくれ。宝物の塩せんべいを床の間の青い器にお供えすればきっとあの子が出てくるはずじゃ。油断するなよ。近寄るな、盗っ人が。座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人竹だけシートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんなやつは印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、
あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。はい、ばあさん、やってくれたな。そう怒るな。この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃあダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまで、ありがとうございました。これで思い残すことはありません。と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺う。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。この感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。マジか。
調子いいじゃねえか。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。なんだ？さあ使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。タヌキ？何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら、物のありか以外にも動物の意思もわかるんだ。
おいおい、ただで働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの？